for watching The Sandbox. This is sadly our last episode, but we have some super interesting stuff to dive into today. こんにちは。サンドランドのプロデュース担当します、南です。今回で最後となりますが、興味を持っていただける情報をお届けします。もう先日、トレーラーでサンドランド以外の新しい世界の情報が解禁されました。皆さんはぜひそのお話聞きたいと思いますが。はい、フォレストランドですね。フォレストランドは広大な砂漠が続いているサンドランドとは違って、まあ、草木も生い茂って緑豊かな世界が広がってます、うん、でフォレストランドにも村や町があって、まあ、人々が生活をしてます。でまた新しいモンスターも見つけていただけると思ってます、うん、もう少し詳しくお話をさせていただくと、サンドランドとフォレストランドっていうのは、まあ、隣同士の国であまり仲は良くなかったんですけど、まあ、これまで国境付近で、まあ、小競り合いが発生している程度で、まあ、互いに、まあ、不可侵であるという暗黙の了解になっていました。でただ、まあ、とあることがきっかけでフォレストランドの軍が、まあ、不穏な動きを見せるようになってきます、うん、なるほど。正反対 のサンドランドとフォレストランドの関係性もかなり気になるとところですね、うんうんうん、確かに謎が多いサンドランドの話ももちろん興味深いのですが、さらにその先の世界ではどんなことが間違えているのか気になる方も多いでしょう。フォレストランドは冒険する中で見どころを教えてください。はい、物語の主人公はベルゼブブ、まあ、なんですけど、フォレストランドを通じてリア新しいキャラクターやメカ、そして、まあ、ベルゼブブたちの前に立ちふさがる新しい敵の登場ですかね、うんうん。まあ、中でも一番の見どころっていうのは俺のキャラクターのアンの生い立ちとか、うん、あとまあ過去についての秘密なんですけど、まあ、ぜひそこはプレイして楽しんでいただけたらなと思ってます。フォレストランドでもさらに新しいメカやキャラクターに出会えるんですね、うん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 、アンもかなり活躍しそうですが、他にもぜひ紹介したいキャラクターはいますか？そうですね、ベルゼブブたちをフォレストランドでサポートしてくれるランゴっていうキャラクターがいたり、うん、あとまあサンドランド王国があるのと同じくフォレストランドにはフォレストランド王宮っていうのがあって、うん、まあ、中には悪魔を、まあ、よく思ってないキャラクターっていうのがいます、まあ、そんな中でベルゼブブたちと新しいキャラクターたちの出会いと、まあ、対立が、まあ、どのような結末を迎えるのかっていうのを、まあ、ぜひご覧いただけると嬉しいなと思ってます。うん、新しい出会いでベルゼブブたち の、うん、さらなる冒険が展開されるんですね。その他ユーザーさんに楽しみにしてほしい要素などありますか？まあ、先ほども少しお話ししたアンは鳥山先生にデザインをしていただいています。でサンドランドとフォレストランドっていうのは同じぐらいのボリュームをご用意しているので、まあ、フォレストランドのストーリーを進めていく中で入手できるメカっていうのもあります。また2つの世界っていうのはプレイ中でも任意に行き来することができるので、例えばやり残したサブクエストはサンドランドに戻ってクリアすることもできますし、あと両方の世界をスニーズで遊んでいただいて、まあ、ベルゼブブとか、まあ、仲間たち、それも先生らしい満点のメカっていうのを十二分に体験していただけると嬉しいなと思ってます、うん、かなりボリューム満点な内容になっているようですね。サンドランドだけではなく、うん、フォレストランドの世界も探検できるなんて想像しただけでワクワクします、うん。Well then, we've learned some really amazing things about Sandland and some really charming stuff that we have to look forward to. 南さん、たくさんのお話ありがとうございました。このようにゲームの魅力を直接お伝えすることができて非常に良かったなと思ってます。で、少しでも多くの方にゲームサンドランドの興味を持っていただいて、実際にプレイしていただけたらなと思っております。発売までぜひ期待してお待ちください。Thanks for watching our last episode and make sure you're following the official Sandland accounts linked below as we get ready for launch. Bye bye! Bye bye!